やはり一つらしい。ちょっとなんか正直金融とかは聞いて、うん、ね、一つ星の女の子って今日何時寝たの？昨日は3時頑張ってください。行ってきます。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。一つ星大学社会学部3年生の大塚紀穂です。今は8時半前なんですけど、8時45分から一限の授業が今日は大学であるので、これから受けに行きます。何時に起きたの？は6時。早っ。ちゃんと早起き。今日何時寝たの？昨日は3時3時間しか寝てないんだ。課題が終わんなくて。学校の？学校の今日の一限のがもう終わんなくて。じゃあ一日密着させていただきます。はい、よろしくお願いします。キーちゃんはさ、うん、もう一橋大学でめちゃめちゃ頭いいじゃん。どんな学生時代を過ごしてきたの？小学校は間の3年間がイギリスに行ってて、小学校の時に準一級は取ってで、その後中高は？中高は中学受験して、うん、私立の中高一貫校に通ってました。6年間一橋に来ました。すごい。何時までだっけ？10時半までです。頑張ってください。行ってきます。はい、また後で。バイバイ。お疲れ様です。お疲れ様です。お待たせしました。いえいえ、お疲れ様です。次はどこに行きますか？次はカフェに行ってちょっと就活を進めようかなって思います。じゃあついていきます。はい。一日どれぐらい就活してるの？どれぐらいだろう。結構隙間時間使ってやってるから、何時間っていうのは明確にはちょっと定義できないけど、だけども今は結構多くの時間を割いている。何社ぐらい受けたんだっけ、サマーインターンは？サマーインターンは、まあ、30、40ぐらい。結構もう興味ないとかどんどん出しちゃっちゃって、うん、どのぐらい受かったの？どれぐらいだろう。だけど、3分の1ぐらいかな。すごいよ。いや、どうなんだろう。すごいよ。だって普通の多分大学生さ、30、40応募して5とかじゃない？そうなのかな。まあでも大学も、やはり一橋。ちょっと、確かに。なんか正直金融とかは、あ、なんか学歴で見られてんだろうなみたいなのもあったりしたけど、まあせっかく合格にしてくださるってことで、まあ、その機会を大切にしながら。じゃあ三食丼でございます。ありがとうございます。じゃあ味噌汁です。はい。やばい、めっちゃ嬉しい。テンション上がる。待って、めちゃめちゃ嬉しいんだけど。だって本当に見てこの輝き、やばくない？インターン何の仕事やってるんだっけ？前は営業とかやってたりした。最近はあんまやってないけど、今はサイト作ったり SNS 運用したり、なんか商品の宣伝のメールマガジン書いたり。週何？3ぐらい。聞いて、一つ星の女の子って結婚してる人3分の1なの。なんで？みんな一人でできちゃうんだよね。あとプライドが高い人が多い。聞いてもそれ全然なくない？何プライド？多分高いと思う。え、だってそれこそ大手とか行きたいっていうのは看板が欲しいからだもん。例えばさ、海外行きたいって言ってさ、会社入るじゃん。で、それが結婚後だった場合、なんかどうしようってすごい迷う。子供を連れていくか、一人で行くか。なんか子供にも海外経験をさせたいなって思うの。自分が経験したことで、いい機会だったなって思うから。でも今、海外経済があるメーカーを見てるからね。なんか実はやっぱ行きたい地域があって、やっぱヨーロッパに行きたいんだよね。なんかそこも考えないとなみたいな。どういうとこがある？それこそ海運業界とかだと大きい
港があるところだから、ロンドンとかシドニーとかワシントンとか。キーちゃんバリバリ働いてたね、ヨーロッパで。美味しかったです。お腹いっぱいだね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかったけどお腹がいっぱいすぎて。めっちゃ食べたね。どこに行くんでしょうか。電車に乗って、うん、そう、キーターン先に。チョキンターンの大差があるのでこれから向かいたいと思います。チョキンターン中も撮影して大丈夫ですか。はい。お、ありがとうございます。じゃあついていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、ちょっと歩きます。はい、わかりました。どれぐらいやってるんだっけ。私の3月から本当楽しくて、うん、楽しくないと多分続けられてないから。そうね。お疲れ様です、キーちゃん。お疲れ様です。そろそろ帰る準備します。はい、お疲れ様です。今日は金曜日です。あと一つ授業受けたら終わり。いいね。嬉しい。期日の予定は。期日は明日はドイポリスに行きます。ドイポリス、いいな。一週間そのために頑張ってきます。この後は今日これから家に向かかんとか。今日はこれから家に戻って6限の授業を受けます。もう一個授業あるのか。もう一個の授業何時までですか。7時45分から9時半。お疲れ様です。頑張ってきます。お疲れ様です。頑張ってください。はい、うん、じゃあちょっと未着はここまでになります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあバイバイ。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。